アーサー・ジョージ・タンズリーアーサー・ジョージ・タンズリーは、イギリスの植物生態学者、植物地理学者である。1935年の論文、植生の概念や、用語の使用と、乱用で、生態系という用語を提唱した。ロンドンに生まれた。父親は成功したビジネスマンで、ボランティアとして、教育のために熱心に働いた人物である。 1889年にユニバーシティカレッジロンドンで学び、動物学者のレイ・ラン・ケスターや植物学者のフランシス・ゴール・オリバーの影響を受けた。1890年からケンブリッジ大学のトリニティカレッジで学んだ。1894年に学位を得た。1900年からセイロン・マレーの調査を行い、1902年に学術師、ザニュー・ファイトラジストを創刊し、 1931年まで編集、発行を続けた。1907年にケンブリッジ大学の植物学の教授となり、1911年にタイプス・オブ・ブリティッシュ・ベジティションを出版した。1913年にイギリス生態学会を設立し、初代の会長を務めた。1917年にジャーナル・オブ・エコロジーを創刊した。 1927年から1937年の間、オックスフォード大学の植物学の教授を務めた。1929年にニューヨークで開かれた国際植物科学会議を組織した。1915年に王立協会のフェローに選ばれ、1923年に英国科学振興協会の植物学部門の長に選ばれた。1936年に ドイツの科学アカデミーレオポルギーナの会員に選ばれた。1941年にロンドンリンネ協会からリンネメダルを受賞した。タンズリーは生態学を外部環境との関係及び生物同士の関係を研究対象とし、擬人的なコミュニティという用語に代わって生態系という用語を使うことを提唱した。 生物群衆の繊維の最終段階で見られる平行状態の曲層に関してフレデリック・クレメンツの同一の気候体であれば最終的には単一の曲層に至るとする単曲層説に対してタンズリーは地形等の条件によって異なった植生が成立とするオ多曲層説を主張したタンズリーは植物の学名で命名者を示す場合にアーサー・タンズリーを示すのに使われる ありがとうございます。